こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。以前にドラえもんのトラウマ回を紹介したが、新たなるトラウマ回を発見したぜ。まだドラえもんにトラウマ回あるの？あんなに平和で国民的なアニメなのに、そんなにもトラウマ回があるなんてイメージ全くないわ。まあほとんどがドラえもんの秘密道具に由来するエピソードばかりなんだが、今回もブラックユーモアたっぷりな話ばかりだ。ということで今回は第2弾ドラえもんのトラウマ介護戦を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一つ目はバイバインだ。RPG の技にでも出てきそうな名前ね。この道具は目薬のような容器に入った薬品で、増やしたいものに一滴垂らせば5分後に倍になる。一滴でいいの？コスパもいいしぜひ欲しいわ。果たしてバイバインの恐ろしさを知ってからも同じことが言えるかな。のび太はある日机に向かって悩んでいた。一個しかない栗まんじゅうを食べるか食べないかだ。そこでこの栗まんじゅうを増やせないかとドラえもんに相談する。ここでバイバインの出番ね。しかしドラえもんは一度出したバイバインをしまう。危険だからやっぱりやめたとな。どうして危ないのよ。のび太も同じこと言ってたぜ。ドラえもんは増やした栗まんじゅうを残さず食べることを約束させてから使用することにした。バイバインの効果が出るのは5分後だ。そして増えた栗まんじゅうにもバイバインの効果がある。ということはさらに5分後には4つ、そのまた5分後には8つになるということね。そう、そして4つに増やしたところで3つ食べているうちに残りの1つが2つになった。ここで1つ残しておけば永遠に食べられるとのび太は考えたんだ。最高じゃない。だが、永遠に食べ続けることなんてできないだろう？食べきれなくなったのび太はママにあげることにした。しかし最後1つ残ってしまい、仕方なくジャイアントスネを、静香ちゃんを呼んだ。それでも1つ残ってしまった。結局食べきれなかったのび太は栗まんじゅうをゴミ箱へと捨ててしまう。そしてそのまま遊びに出かけてしまうんだ。その間も栗まんじゅうは増え続ける？ああ、出先に現れたドラえもんはたった1日で地球は栗まんじゅうに覆われると説明する。恐ろしくなったのび太は、栗まんじゅうを捨てたことを白状する。増え続けた栗まんじゅうは山のようになり、困ったドラえもんが宇宙に打ち上げて終わりだ。増え続けて覆い尽くされるのは怖いわ。でも、食べきっちゃったら問題ないわけでしょ？そう簡単に言うけど、食べれると思ったけど食べれなかったってこともあるだろ？確かに、めっちゃお腹空いてる時って、多めに用意したけど意外と食べれなかったとかあるわ。のび太も同じだっただろう。そしてこの結果だ。欲張らずにほどほどにしておくべきね。それと宇宙に飛ばされた栗まんじゅうについて多くの人が真剣に考えているんだ。バイバインの増殖を止める方法や増え続けているバイバインがどうなっているかとかな。さっきの無人島もそうだけど、結構真面目にドラえもんの世界を考えてる人がいるのね。結局は想像が生み出した秘密道具だ。考えるだけ時間の無駄とも言われているぜ。そうなんだけどさ。秘密道具について解説され、現代で作れるとなったら夢が広がるよね。そうなったらバイバインは危険すぎて作られないかもしれないけどな。そういえば増え続けた栗まんじゅうの姿は劇場版でもたびたび登場しているみたいだぜ。その後も増殖し続ける様子が描かれるなんて栗まんじゅうの存在大きすぎでしょ。そのうち地球に落ちてきて問題起こしそうね。次はデビルカードだ。知ってるわ。言っとくけど桃鉄じゃないからな。あ、そうですか。この話に出てくるデビルカードはドラえもんの秘密道具ではないんだ。え？じゃあ一体何なの？ある日のび太はドラえもんの寝床の押し入れで悪魔を呼び出す道具を見つける。呼び出した悪魔はおねえ口調で悪魔っぽくなかった。そんな悪魔が渡してきたのがデビルカードだ。どんな効果があるの？振ると300円を得ることができるぜ。300円？少ない。のび太は小学生だし、その前に300円を欲しがっていたからかもしれない。じゃあ1億欲しいと思って呼び出せばいいのか。そんなにうまくいかないと思うけど。それにのび太は悪魔に頼み事をすると魂を取られるとデビルカードの受け取りを拒否するんだ。300円で魂取られるなんてごめんだわ。だが、悪魔界も現在は変わっているみたいだ。今はデビルカードを使用する代償は慎重になっている。慎重1ミリと引き換えに300円が得られるぜ。慎重か。たった1ミリってところが罠っぽいわ。のび太も使いすぎたら消えてしまうんじゃないかと心配して断るが、結局説得されて受け取ってしまう。そして一振りして300円を手に入れ、欲しかった漫画を手に入れることができた。身長は深夜12時になると減るようで、のび太は緊張した様子で眠りにつく。
翌日、1ミリ減ったであろうのび太は鏡で姿を見るが全く変わった様子は見られなかった。そして数回使っても問題ないのではとデビルカードを振って3000円を手に入れた。これで1センチ縮むわね。その日の帰り、静香ちゃんに良いところを見せようとデビルカードを使用する。その現場をジャイアントスネ夫に見られ、二人にスケボーをねだられ購入した。翌日には目に見えて背が縮んでいるのび太。さらにジャイアントスネ夫にスケボーのせいで物を壊したから弁償しろと詰め寄られるんだ。それは壊したジャイアントスネ夫のせいじゃない。二人はのび太にもらったスケボーのせいと責任転嫁していたぜ。なんとかお金を用意したのび太。しかしお金を出す様子をパパに見られ、デビルカードをママとパパに使いまくられてしまった。これはどうなるの？デビルカードの代償は使用者じゃなく所有者から取られる。となれば翌日ののび太は、この時点でゼロどころかマイナスいっている。すでに40万ほど使われていたみたいだからな。1日で1300回以上振られているじゃない、となると130センチか。のび太はドラえもんに泣きつき、悪魔と交渉することに。お金は返すから身長は奪わないでほしいというが、悪魔は表現して約束通り身長はもらうと消えてしまう。のび太はどうなってしまうの？12時になるとのび太の身長はどんどん縮み、元の身長へ戻った。事前に計算してビッグライトで大きくし、縮んだら元に戻るサイズになっていたんだ。なるほど。じゃあビッグライトさえあれば使い放題ね。それ、のび太も言っていたぜ。一緒にしないでほしいわね。でも、ドラえもんならもっと安全にお金を増やせる道具あるんじゃない？あるにはあるが道具での金儲けは禁止されており、莫大な罰金を取られるらしいぜ。じゃあやっぱり秘密道具でないデビルカードに頼るしかないか。いやいや、そもそもそんな甘い話ではないだろ。身長が縮む恐ろしさを忘れちゃならないぜ。他には優しそうな悪魔であったこと、少しだけならとどんどん使用する様子が怖いとされている。作品では300円だが、価格が上がれば使う人も多いだろうな。言葉巧みにカードを渡すあたり、どんな姿でも悪魔っていうのは恐ろしいものね。次は大予言地球の滅びる日だ。なんか不気味なタイトルね。この話も秘密道具は登場しない。ドラえもんがたまちゃんとお出かけする日、空は雲がかかって薄暗かった。降らなければいいけどと出かけるドラえもん。見送り後に部屋に戻ったのび太は一冊の本を見つける。その本には意味のわからない文章が書かれており、途中からは白紙になっていた。最後に書かれていたのは次の文。暗き天に魔女は怒る。この日丸終わり、悲しきかな。全く訳がわからないわ。のび太はこの本をジャイアン、静香ちゃん、スネ夫に見せる。意味のわからない本を見て静香ちゃんは暗号といい、ジャイアンは世界寝言集じゃないか？という。しかし一人真剣に考えていたスネ夫はどこかで見たことある気がすると悩む。結局謎は解決せずに家に帰るのび太。そこにスネ夫が現れ、それは予言書だと言うんだ。確かに予言書には訳のわからないものもあるわね。早速中身を解読しようとする二人。スクラップブックと照らしながら過去の事件を漁る。実際の事件と本の内容が一致し、最後の予言が今日の出来事であると判明するんだ。そういえばこの日は薄暗かったんだっけ？暗き天に魔女は怒る。この日丸終わり、悲しきかな。この最後の文を解読し、空が真っ暗になって地球が滅ぶと推測したんだ。どうやってそう考えたのよ？暗き天とはその日の空のこと。そして丸が地球を表しているんじゃないかということだ。よく思いついたわね。二人はこの内容を周囲に広めるが、忠告を誰も信用してくれなかった。二人で裏山にシェルターを掘り、食料を集めて終わりに備えることにした。前触れと思われる不気味な出来事が次々と起こり、二人は再びみんなを説得しようと街を駆け回る。しかしやはり誰も信用してくれず、のび太の家に戻り二人だけで避難することにする。確かに滅亡すると言われても信用できないけど、なんだか切ないわね。そこにドラえもんが現れ、人の日記を勝手に見るなと怒る。え？日記？そう、あの暗号本は去年のドラえもんの日記だったんだ。じゃあ最後の滅亡の予言と思われたものの内容は？暗き天というのは霊天のこと。魔女はのび太のママのことだ。つまりこの日はのび太が霊天を取ってママに怒られたということだな。じゃあこの日丸終わり、悲しきかな？は？丸はどら焼きのこと。どら焼きがなくなって悲しいということだ。なんだ？やっぱり偽物だったか。拍子抜けした二人だがこれで終わらなかった。なんとみんながここに来て予言を信じ始めたんだ。そしてのび太の家に殺到して終わりだぜ。必死の説得がアダになったんだ。
ノストラダムスの大予言はみんな信じていたのに、今ではすっかり滅亡の予言は信じられないよね。あれだけみんなが信じたのに外れてしまったからな。その後も予言はあったけど今も地球は存在しているし。滅亡の予言って確かに怖いけど、実現しないよう地球を大切にすることを考えるべきかもね。次は影狩りだ。影狩り？またさっぱり想像できないタイトルね。ある真夏の暑い日、部屋で歌っているのび太とドラえもん。パパから草むしりをしてくれと頼まれるが、暑くて外に出たくないのび太は道具を出してという。そこでドラえもんが取り出したのが影切りバサミだった。どんな道具なの？これは人の影を切り取る道具で、影は本人に代わって動いてくれるんだ。便利だわ。これも欲しいわ。ただし、30分だけだ。30分過ぎたら消えちゃうの？30分過ぎたらどうなるか、話の内容を聞いたらわかるだろう。ドラえもんも30分だけだと言い聞かせ、時間になったら専用のノリでつけなければならないという。のび太は昼寝すると部屋に戻り、その間に影は草むしりをすることになった。しかし影はたった10分で草むしりを終わらせてしまい、のび太の元に戻るとあれこれ指示されることになる。ジュースを持ってきて、うちわで仰いで、代わりに電話に出てなどだ。よっぽど動きたくないのね。しかし影にも欠点がある。それは話せないことだ。だから電話に代わりに出ても話すことができないんだ。万能ではないんだ。そうこうしているうちに30分が経ってしまう。ドラえもんは手遅れかもと焦り出した。なんと影は時間が経つにつれ知恵を持ち、本物と入れ替わろうとする。そのうち君が影にされちゃうぞと言われ、大慌てで家を出た二人だった。影と入れ替わるなんて怖いわね。しかも2時間経つと勝手に入れ替わるらしい。影はひっそりと隠れ、時間を稼ごうとしているようだった。のび太はだんだんと薄暗くなり、影になりかかっていた。そしてのび太の部屋でのび太になりつつある影を見つける。当然、素直に戻ってくれはしないんでしょう？そうだ。捕まえようとしたがするりと逃げ出してしまうぜ。ここでドラえもんが第二の秘密道具を取り出した。それが影取り持ちだ。影を捕まえるための専用道具？影は素手で掴むことができないからな。影取り持ちで捕まえなければならないんだ。じゃあなんで直前に捕まえようとしたのよ。ドラえもんも忘れてたんじゃないか？だが、影取り持ちを使用してもなかなか捕まえられない。もうすぐ入れ替わるぞと影も挑発してくる。時間も迫っているその時、さっきから暴れているのび太をママが叱りに来た。そんな場合じゃないのに。それを見てドラえもんがひらめく。叱ってくれ、ただし日当たりのいいところでと外に連れ出した。のび太が叱られている間にドラえもんはママの影を切り、のび太の影を捕まえることを頼むんだ。なるほど。のび太の影ならのび太のママの影に任せればいいわね。こうして無事に影を捕まえることができて終わりだ。これも使い方次第で便利にも恐ろしくもなる道具ね。時間が経つと勝手に入れ替わるなんて効果をどうしてつけたんだろう。初期の作品だし、便利さだけではないというのが強く出たのかもな。影になったらどうなるのかが怖くも気になるわね。最後は人間製造機だ。いや、これはもうタイトルからヤバさが出てる。ドラえもんの中でダントツで怖いとされるからな。これまた販売中止となった危険な道具だ。で、ドラえもんはまたこれをのび太の手の届くところに置いておいたわけね。未来デパートから回収に来るために置いていて、触らないようにいつもより厳しく忠告したんだけどな。そもそも目を離すべきではなかったね。この道具は名前の通り、本物の人間そっくりな存在を作り出せるもののはずだった。一体何が生み出されるの？とても危険な存在だ。その後、のび太が作り出してしまうぜ。のび太は回収に来たデパートの職員を追い返し、人間製造機を使うために材料を集めた。材料は脂肪になる石鹸が1個、鉄になる釘が1本、リンになるマッチが100本、炭素になる鉛筆が450本。あとはコップ1杯の石灰と1つまみの硫黄とマグネシウム、1.8 リットルの水だ。なかなかの量だけど、人一人と考えると少ないわね。なんとか集めた材料を機械に入れスイッチを入れる。徐々に人型の物体が出来上がってきた。みんなに自慢しようとその場を離れようとすると、タイミングよくドラえもんが帰ってきた。どうやら機械のことが心配で戻ってきたみたいだ。心配なら目を離しちゃダメだってば。デパートから取りに来た？と聞くドラえもんにのび太は来たよと返事する。それを聞いてドラえもんは安心したようだ。確かに来たけど回収はしてないじゃない。嘘はついていないだろ？そしてドラえもんはあの機械について説明し始める。
新製品だったがとんでもない欠点が発覚して販売中止された道具だったんだ。とんでもない欠点とは？あの道具から製造される人間はすごい超能力を持ったミュータントなんだ。普通の人間には抑えることのできない、とても危険な存在だぜ。未来ではミュータントが勝手に仲間を作り、人間を征服しようと国連軍まで出動したらしい。え？のび太作っちゃったじゃない。当然、これを聞いて怯え始めるのび太。作ったことをドラえもんに白状するぜ。しかしすでに出来上がりつつあるミュータント。機械を壊そうとしたが超能力で反撃された。この世界でも好き勝手しようとしたミュータントだが、ドラえもんが時間を巻き戻したことで救われて終わりだ。そもそも人間を作り出そうなんて22世紀はどうなっているの？人が少なくなっているのかもな。え？むしろ増えすぎて困ってるんじゃないの？世界的に見ると人口は増えているが、日本では2010年あたりから減り始めている。少子高齢化が問題となっている今、果たして22世紀にはどうなっているやら。それも考慮して考えられているとしたらさらに恐ろしいわね。人間を作り出すというのも恐ろしいが、作り出したものに征服されるのも怖いな。問題視されている AI の世界征服ともつながるんじゃないか？人型ロボットを作り出したらそれに征服されるかもってやつね。ドラえもんというロボットの登場する話からそこにつながるのもなんかゾッとしちゃったわ。名前から危険な感じのするこの道具は、リニューアル版では架空生物製造機に変えられた。話の内容も少し変更され、自分を受け入れてくれる場所を求めて旅立つ感動話になっているぜ。さすがに人間製造機はね。だがどちらも共通して残されている部分がある。それは一緒に作らない？赤ちゃんと静香ちゃんに言って叩かれる流れだ。そりゃ叩かれるでしょ。あなたの手で可愛い赤ちゃんを作ってみませんか？と説明書で読んだのをそのまま伝えたものだが、説明不足すぎたのか誤解されてしまったな。しかしのび太には叩かれた理由がわからず、女の子は理解に苦しむと言っていたぜ。あ、そうなると静香ちゃんが何を想像したのか気になるわ。のび太が言った一緒に作らない？赤ちゃんは、ファンの間でたびたびネタにされているセリフみたいだ。だからリメイク版でも使ったのかもね。人間を作るなんて倫理に反することが、未来では平然とされているかもしれないとなると恐ろしすぎだわ。というわけで第2弾ドラえもんのトラウマ介護戦を紹介したぜ。これ本当に子供向けの話？って思うようなエピソードもあってちょっと怖かったね。子供の時にはよくわからなかったけど大人になって改めて見ると、意味深すぎるエピソードに気づいてゾッとするよな。みんなは今回の解説はどうだったかな？意見や感想は気軽にコメントしてほしいぜ。よかったって人は高評価と、チャンネル登録もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたねー。